はい、ハロー。ケイコ・ウォーカーとブロークン・アッシュスのチャンネルです。今日はですね、今回ゲスト、前回は片山誠二君ゲストだったんですけども、今回は、カントリーの歌手の石田美和ちゃんがゲストです。美和ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、で今日はね、本当は美和ちゃんの、ステージコーチでのライブ、茅ヶ崎ステージコーチのライブ、はい、私残念ながらライブは間に合わなかったんですけれども、はい、今日ちょっと、ね、ゲストで、お互いのゲストでコラボチャンネルということで、うん、配信するつもりなんですけれども、ステージコーチをお借りして、はい、お願いして、ね、お願いします。お借りしてしまいました。ステージコーチ2人とも、みやちゃんも何回目、今日でまだ2回目、今日で2回目、ね、そっか。私はね、もうほぼ毎月出させてもらってますけど、ここは1年ぐらい、まあ、その前の移転する前のステージコーチからも出させてもらっていて、で新しくなったねステージコーチも出させてもらってますけども、今日はいろいろステージコーチで食べ物とかですね、ドリンクも、うん、アルコール飲めないからね、そうだ、2人ともアルコール飲めないから、みやちゃん何してコーラ、コーラ、普通にコーラです。で私はやっぱりね、お紅茶ですね、お紅茶ですね、お紅茶ですね。それでね、これ私いつもね、頼むんです、頼むの、すごく美味しいの、なんだっけ、チリコンカン、みんな見えるかな、これ見えてる。そう、チリコンカンはね、これいつもね、ステージ終わった後に食べるんですか、これお願いって言って、あれしてるんですよ、うん。せっかくね、はい、ステージコーチにちょっとだけ、オーナーの選手にも顔を出してもらってね、どうもどうも、片山です。片山選手くんです。片山選手くんです。ありがとうございます。今日は皆さんお疲れ様でした。どうもありがとうございました。お世話になりました、見たかったな、残念なんだよね、間に合わなかったんだけど、そう、今回2回目のステージでお客さんもたくさんね来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。一応ね、マスクして、マスクマスクしてたからね。ピンクのマスクしてるの、今日はピンクなの、特に意味はないんだけど、ピンクのマスク家に余っちゃってる。ピンク、最近消費しようってこと、珍しいなと思って、誠治君はピンクのマスクしてるなと思って、もみあげとね、同化するようにこう同化するようにね、別にピンク関係ないですよ、はい。今日はね、ごめんね、なんか場所をお借りして、時間気にせず、ゆっくりたくさんお話ししてください。ありがとうございます。片山誠二君でした。ありがとうございます。そう、健子さんとこうやって喋るのも、多分もうずっと昔にね、他のお店で、そうだよね、そうそう、私が多分まだあの時前座で、アルバイトで入ってたような時、あ、全然アルバイトに入ってた時、そうそうそう、ぐらいの時代、うん、あの時恵子さんはレギュラーで出演してたから、前座で必ず私がいたんですよ。あ、そうなの、そうそう、でその時に多分記念写真撮らせてもらったりとか、そういうこともだったっけ。で、あれはあれでしょ、あれはまた六本木の、そうそう、六本木のね、そうそう、名前も言って大丈夫だと思うんだけど、ミスタージェームスとお店がね、昔あったんですけれども、あそこはもうずっとね、老舗でね、すごい長かったよね、長かったですね。そう、加賀まりこさんのお兄様のお店っていうことで、六本木の交差点の角にね、そうそうそう、あったお店。私はあの店はだから、亡くなってしまうほんのちょっと前にやっとそこで歌を始めたぐらいだったんですよ。あ、そうだったの。そうそうそう、なんか写真がね、みやちゃんがね、そう、写真さんに送ったんだけど、見つけてくれて、そう、すごい若いもんね、私も若いけど、みやちゃんが本当に若いなと思って、21とかで、そうだよね、そうだよね、懐かしいね、懐かしい写真、ちょっとどっかこの辺にね、出したいね、出したいですね、この辺か、どこどこか、どっかに出しましょう、どっかに出しましょうかね、需要があるかはちょっと分かんないけど、でもね、面白いよね、ああいう若い、そうね、当時やっぱし、誰かが撮ってくれたのもらって、そのまま置きっぱなしだから、今だとすぐネットにみんなね、出すから、そうね、みんなで共有するけど、そうね、昔のって、そういうみんなが見れるような、そういうシステムがないからね、そうそう、ずっと保管してる状態でね、記念で自分たちが持ってるっていうね、持ってるぐらいでね、そう、今はね、だけど、だから昔の、最近私もなんか昔のね、ものとかを、自分のね、
あ、ね、ライブをね、ライブとか、うん、まあ、音源とか、うん、ビデオとか、あと本とかね、雑誌とか取り上げていただいたものとか全部そうですね、残そうかなと思って、ね、YouTube チャンネルにけいこさんちょっとずつアップされてるじゃないですか。アップしてるの、頑張ってるの、ね、そうだから私も知らないようなライブ映像とかってすごく楽しくて本当、そうそうそう、見てて、あのうちのメンバーとかもね、うん、若い頃のみんなだんだんこう、ねね、うん、なんかこう変身していくような姿も見えるしねあれ結構ね面白いなと思って、そう、面白いなと思って、この間あの雑誌をね、自分が載ってた雑誌の整理をしてたの、うん、そしたらカントリーの歴史みたいのを見つけて、うん、私は、うん、え、シティライツって67年か8年からって書いてあって、そうそうそう、すごいね、うん、でそんなに前からなんだと思って、うん、そうなんですよ、うん、ね、私がね、あのお父様のね、石田慎太郎さんに初めて会ったのは、はい、私が10歳の時なのよね。ほう、そう、へー、うちのね、あのおじがずっと役者さんをしてたんだけれども、うん、で役者さんを辞めて、あのカントリーの歌手をやりたいって言って、うん、バンドを作って、うん、その前にライブハウスを作っちゃったって、横浜にね、うん、でそこにこう、あのバンドがね、そうね、いろいろね、毎日毎日こう来ていて、うん、でその一つのバンドで、うん、石田慎太郎さんとスティーライズがあって、ね、でもその話はね、うん、聞いたことあるんですよ、父に。あ、本当？そう、本当？なんか恵子さんの、恵子さんの由来みたいな話をね、うんうんうん、家で家族でした時に、うん、父が母にその説明をしてて、あ、本当？そうそうそう、嬉しい、じゃあ聞いたことあります。石田さん覚えててくれてるから、なんかすごい子供だしね、多分小生意気な、うん、日本語はほとんど分かんない、アメリカンスクールだったから、うんうんうん、多分ほとんどなんか英語で、あの勝手に喋ってる感じだったと思うんだけれども、でそれこそね、さっきねちょっと登場してもらった片山誠二君のお父さん、うん、ベーシストですけど、そうですね、うん、片山聡さんが、うん、うちのそのおじのグラスホッパーズっていうバンドでベースにしたりとかして、へえ、だからみんなこうつながってるのが、歴史があってね、すごいこれ楽しいなと思うんですけれども、うん、ね、長いですよね、だから10歳ぐらいからやね、そういうとこにいるわけだから、そう、すごく芸歴が長いですよね、けいこさんね、長くなっちゃうね、ね、長くなっちゃうね、そうそうそう、そうなの、だからもう28歳の割には来年で40周年っていうねねー、そうなの、そうなの、ちょっといろいろこのまんま続きますけれども、はい、後半は石田美也ちゃんとシティライツの方のチャンネルで、はい、はい、お話の続きを見てください、見てくださってありがとうございます。